どうしてチャイはいつもこうなっちゃうんだろう。もう何ヶ月もチャイこの状態。もういい、このまま生活しちゃう。よし、もうだんだん慣れてきた。よし、このまま銀座シックスに行く。よし、あっちって、もう近寄らないで。なんとか逃れることができた。この普通の生活ほど幸せなことはない。